つも始まってるか始まってないかよくわからない、そのあたりがよくわからないけど多分始まってるちょっと、ちょっとスマホで確認して、はい、自分のスマホ、ああそうですね、そうですね、そういうところから全部配信されてるという感じが手作り感満載ですね。よいしょ、ジオジオウエスト、始まってますね、はい、大丈夫です、はい、はい、ということで、顔の位置も大丈夫ですね、はい、はい、じゃあお疲れ様です、お疲れ様です、はい、今日は2人です、今日は2人で、はい、関さんは今日は忘年会ということで今頃お肉を食べている、はい、はずです、はい、でかつ、今日のゲストの井上さんも今日ちょっと予定があったので、はい、お仕事です、お仕事、はい、そうですね、なので授業終わったら、ね、すぐにお仕事の方に戻られてしまったので、うん、今日は、古橋瀬戸の2人で、はい、ジオジオウエスト20回ですね、20回、あっという間になんだかんだ初めて3年目にして20回到達ということで、そういう意味で言うと今日ゲストいないのでタンタンと行きましょう、タンタンと行きましょう、この1週間の、はい、出来事として今ちょっと議事録を、はい、ジオジオウエストの、ね、ちょっと更新ドロップボックスペーパーの議事録を見ていますけども、うん、今日の議題、はい、あ、もういきなりあれですね、あ、そうですね、地図バー調布、アットマーク調布のオーナー、はい、これは一体どこですか、これはどういうことになってるのかというとですね、あの調布、一応高度法調布としても、割とまあ地元で、うん、古橋の生まれ故郷が調布であり、まだ実家も調布にありますけども、調布の中でちょっと町づくり系の動きがいくつかあります、うんうん、で事の発端は、その中で調布企画組っていう、おうおうおう、結構いつもいろんなところでコラボしている、その中心人物の、長尾さん、うんうんうん、本職はロックアップという、はい、ウェブ制作会社をやってるんです、うんうんうん、かなり企画重視の会社、うんうんうん、で、そこの、メンバーが、割と中心になりながら、調布の、はい、今まであまりこう使われていなかった施設、具体的に言うとちょうど野川が流れてる、あ、あの野川 の神代寺の近くになるんですけども、うん、そこの川沿いに昔からいわゆる古くから あの市場がまだ残ってるんですけども、うんうんうん、残ってるとは言っても結構やっぱりもう市場のいわゆる問屋業かなり厳しい状況で、うんうん、僕が住んでた時もそうですね、近くまで行ったことありますけど、はい、もうお店はほとんど開いてないんですよ。で一応調布市としても含めて、まあ、地域の人たちの中でそこににぎわいを取り戻そうということで神代にぎわいの里という名前をついてるんですけど、まだそんなににぎわってないって特に1階の部分がやっぱり若干生鮮食料品とか残ってるんですけども、まあ、ほとんどやっぱりお店がない状態 で2階の方はじわじわ埋まりつつあって、新しい人たちが例えば建築設計事務所がそこで入ってきたりとかですね、場所がじわじわ埋まりつつあるんですけども、うんうん、若い人たちがそういう意味で言うと結構拠点になりつつあるという、まあ、面白い場所です。ちょうど電気通信大学とか、はい、札天神の、あーですね、裏手になります。で神代寺から見てももう歩いていける距離になると、うんうんうん、あの温泉が近くにあるので、ありましたね、はい、神代寺の温泉、ね、まあ、その辺のちょっと駅、うんうん、調布の駅から徒歩15分ぐらいなんですけども、ちょっと散歩がてら歩けばちょうどいいぐらいの距離感で、割と調布をのんびり歩くには逆に言うとちょうどいい場所かなと思うんですけども、まあ、そこの場所をみんなでちょっと面白く使おうよということで、日替わり店主ですね、はい、結構最近その携帯流行りとかですね、はい、なので、僕だけではなくて割と調布でを中心に活動しているメンバーが日替わりで、まあ、バーのオーナー、うんうんうん、まあ、店長をやるということで、じゃあ何かやろうかなと、うんうん、いうので月に1回、はい、プレミアムフライデーの夜は、はい、多分月末仕事いろいろ忙しいとは思うんですが、もう早めに切り上げて、そのにぎわいの里、はい、神代にぎわいの里の2階にサラサラという場所ができました、はい、これもう11
1月10月か11月ぐらいに、うんうん、まさにペンキ塗りしてきました。あ、なんか入ってましたね。あれは何だったんだろうと思ったらここに繋がるわけですね。はい、もう白く塗ってプロジェクターも使えるようになって、だって、はい、で、結構ワークショップするスペースも横にあるんですけど、でそういった意味で言うとあのいろんなことができる場所になりつつあって、うん、金曜日の夜あの、はい、プレミアムフライデーの夜は、うん、そこで地図バーをやります。地図バーをやる、はい、おお、地図をネタに、ネタに、まあオープスマップのライブマッピングをやろうかなとも思ってるんですけども、うんうん、まあ、食べ物大事。そうですね、さっき飲み物食べ物この放送の前の30分ぐらいはその話をしたいみたいな、ね、なので、まあ、どんなメニューを出すんですかっていうところで、うんうん、まあやる側からしてもそんなに負荷がなく、うんうん、まあ、飲み物と食べ物で、はい、それなりに楽しめる、うんうん、地図バーに関連したもの、そうですね、地図に関連しないと、ということでいろいろ調べていって、うん、で、まあ、思いついたのがカレーです。カレー、カレーですね安直であるけど鉄板だ鉄板であり、いやで前日に作っておけば、はい、かなり味もいい感じにまとまるので、うん、なるほど、まあ、そこの部分で、で単にカレーをするのではなくて、うん、やっぱりこうちょっと自由なカレーという流れになると、まあ有名なのはダムカレー、ダムカレーですね、はい、そうですね、いろんなダムが、重力ダムだとか、まあ、いろいろなダムありますけども、はい、そのダムカレーも作るもよし、はい、あと調べてみたら暗渠カレーですね。暗渠カレーもいろいろ西荻のあたりでいろいろ発展してるらしいので、自分で暗渠カレーを作るというところで、まあ、暗渠の作り方も蓋の仕方も人それぞれとかですね、あと、まあ、いろいろ あと、まあ、やるんだったらやっぱりカルデラカレーとかですね、地形に関連するようなもので、これも熊本で調べたらありました。すでに阿蘇山のカルデラカレーとかですね、結構いろんなところでジオにまつわるカレーの提供が実は行われているというところで、そうですね、ダムカレーなんかもまさに有名なところなので、そうですよね、だって日本ダムカレー協会っていうのがあるぐらい、ありますよね、そうですよね、そしてウィキペディアにもなぜかダムカレーっていうカテゴリーがついもう特質性が認められてるっていうこの、そうですね、素晴らしいですね、まあ、ここにジオカレーなる表現になるのかちょっと分かんないですけども、うん、はい、ここをちょっと地形、日本も含めて地形とカレーを絡めたいろいろな、カレーができないかということをちょっとチャレンジしていきたいなと思っています。ちょっとさっきいろいろ話をして、はい、まだなさそうなのが河岸段丘カレー、カレー、そうですね、意外と、はい、まあ、戦場地カレーとかですね、三日月湖カレーですと、どうやって表現するんだと問題はありますけど、いろいろ氷河地形行くかとかですね、まあいろんな地形がありますので、ね、地形と水が絡んだ、まあ、部分で、うんうん、それをカレーとご飯で表現するっていうのであれば、結構いろいろ選択肢というか、うん、チャレンジすることができるんじゃないかな、なんてことを思っておりますので、毎月プレミアムフライデーの金曜日、はい、毎月月末の金曜日の夜はカレー食べたくなったなと思ったら、はい、調布駅、京王線調布駅、はい、徒歩15分、15分ぐらい、から、北の方に歩くと野川沿いにあるあの神代、にぎわいの里、この2階のサラサラという場所ですね。はい、後であのリンクを貼っておきますので。なんかオープンスペースマップにはもうあれですね、卸売センターの POI は入ってたので、はい、まあそこ目指しには、はい、そうですね。サラサラの POI データも今日入れときますので。素晴らしいですね。はい、あのちょっと分かりにくい場所になりますので、はい、ということでぜひあのオープンスマップのデータ作りたいなっていう時があれば、うん、そこに来ていただければ、うんうん、もうマンツーマン指導します。おあ、そうですね、即席相談会が、はい、そうですね、確かにそこも、はい、含めて来るといいかもしれないですね、はい、でまあやっぱり地元、うん、僕も実家があるので、うんうん、まあ、夜終電気にせず飲めるなみたいなところも含めて地元ならではの気楽さもあるので、ね、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います。来月1月の末、はい、27かな、27が初回の予定ですので、うんうん、まだ若干時間あるので、はい、ちょっとこの準備はジオカレーと、うん、カレーの準備しとこうかという感じです。そうですね、ちょっと修行もしないと練習しておかないと大変です、はい、そんな感じで考えてます、はいはい、じゃあ交互期待ということで、そうですね、まあ、結構あの日本全国地図バー、うん、大阪中崎町では坂下さんたちが中心になって地図バーやってますし、そうですね、続いてますもんね、立つのも立つので、うん、結構、はい、地図バーやってたりとかですね、もともと地図バーは、うん、
渋谷大学 の、 あの、丘がやってたりとかですね、あとですね、前輪の本社でもなんだか地図バーやってました、ね、うんうん、地図カフェ、地図バー、地図バー、あちこちで今地図バー広がってるかなという、勝手にブームを作ってるということで、ぜひいろんな地域で地図バー開いていただければ、日本地図学会的にも嬉しいなと思ってますので、です、ね、よろしくお願いします、はいはい、ということで、次は GIS 実習オープン教材ですね。これが、これですね、もう2年前ぐらいから作り始めて、はい、そうですね、で学会では何回か報告をしてきたんですけども、ずっと、GitHub で、はい、作っていて、まあ、これもう少し細かい話をすると、科学研究費補助金基盤研究へ、GIS の標準コアカリキュラムと知識体系を踏まえた実習用オープン教材の開発っていうタイトルをつけて、ね、いわゆる教材 GIS 教材科研と言われているものですけども、うん、今までは、まあ、あのプロプライアタリーな GIS で使えるような教材の整備とか、用語集、あのなれ、BOF、BOF ですね、あ BOK か、ブリーフオブナレッジですね、はい、BOK という形で用語集を作っていたんですけども、まあ、今期というかこの 2,3 年前から、いわゆるオープンデータも使うし、オープンな GIS でも対応するべく、教材を全面的に作り直しを、して、でライセンスも結構協議をしてですね、はい、そうですね、定めて、GitHub で、公開をしているんですけども、さらにGitBook というですね、ツールは、はい、GitHub と連携した、うんうん、マークダウンで文章を書きつつ、うんうん、ebook に吐き出せるというところで、うんうん、まあ、その連携パターン作ってるという感じですね、うん、はい、はい、ですね、あ、ライセンスも今、はい、CC by SA4.0 で基本的には公開しています、うんうんうん、はい、で利用規約も、結構細かく今回は、うん、まあ、初めてのケースだったということもあるの で、 そうです、ね、議論をして、ここですかね、はい、利用規約のページを、そうですね、目的、用語の定義、著作権、同意、面積、面積結構ね大事ですよね、うん、で出典元の明記ということで、少し、まあ、あの初めてということもあるので細かめに書いて、今回公開をしたという形ですね。早速ちょっと反響もあって、これだけ細かくなくてもいいんじゃないかみたいな、もう、まあ、プルリクエストしてくださいというふうに、はい、書いておきましたけども、いや、そういうふうにいろいろこう、あの改善とかですね、ここがちょっと足りないから欲しいとかですね、いろいろ要望をぜひいただけるとありがたいなと思います、ね、そうですね、もう関わってるメンバー、そうそうたるメンバーがそうですね、このメンバーすごいですね、まあ、きっと小口先生をはじめとして、はい、若手の、研究者のチームというか、はい、でもうそうですね、いや本当そうそうたるメンバーで、うん、山内くんが頑張ってチーム局を、ね、はい、取り回して、で今はあの、まあ、試行版なのでいろいろこの教材開発をしている研究メンバーの、まあ、所属大学等でもちょっとずつあの実際使ってみて使い勝手どうかっていうテストはしてるんですけども、うん、あのいわゆる CC by SA で公開もしましたので、はい、逆にどんどん使っていただいて、ね、フィードバックいただけるとありがたいなと思います、うん、で今日ちょっとあの Facebook とかも流し読みしてたんですけども、はい、結構その いろんな反響、まあ、あのすごいありがたいあのポジティブな反響が多くて今日はあの、交通関係の業界では有名な太田さんにもちょっとあのコメントいただいたんですけど、まあ初心者といつ結構ですね、あの中級者向けの教材も整ってて嬉しいみたいなですね、反応もいただいたりしていましたね、結構そうですね、まあマニアックというよりはむしろ王道なこう内容がきちんとまとまってる、あと今回はあれですね、まだちょっと一部整備 し中というかですね、整備が継続しているコンテンツですけども、例えば UAV で取ったデータをどうするだとか、はい、うん、従来 の、 その教材とか実習用の資料よりももう少しこう踏み込んだ新しい教材なんかも加えているので、うんうん、そういうところもぜひご覧いただけるといいかなと思います ね、 そうですね、
あ、Python の初級とかもそうですね。普通にプログラミング。はい、だここはもう今ね、やっぱ切っても切り離せない関係性に出てきているので、まあ、休日使って、はいですね、あの OSGO のセミナーのこう資料が参考になってるということで、だんだんこのあたりが。いやマニアックですね。いいですね。いいですね。で全14回の課題まで、はい、課題があると、はい、あこれを提出しなさいと。なるほど。いうことで。自分だったらできるのかなと一瞬違う。ちょっと自分たちグラスとかどうしようみたいな言葉含めて、うん、まあ多分こういうのを出しながらブラッシュアップしていただいて、うん、当然休日のグラスもバージョン変わってきますので、うん、そういった意味で言うと。これをもういかようにでもししば SA です、はい、あそうですね、いかようにでもまたいじっていただいて、はい、うん、やっぱりこういうその、まあ、QGIS に限らずですけどバージョンがどんどん上がっていってインターフェースも変わったらそれ誰が作りか、ね、直すのみたいな問題もあるんですけど、まあ、それをみんなで、ね、アップデート必要なところはみんなでアップデートしていくっていうそういうところも含めて、あ動画もそうなんですよね、どんどん、はい、いろんな取り方もあると思うので増やしていけるといいなと思ってます、ね、はい、そうですね、うん、これでもやっぱり技術の移り変わりが早いのでまた新しい、まあ、ツールなり方法なりそういうのが増えていくといいなと思います ね、 そうですね、3D プリンターも含めて、うん、もうなんか5年前とかだとこんな考えられなかったです ね、 ですよね、いやちょっと、はい、いい感じでまとまって、うん、したんでこれよいしょ、実際に手元で使いたい場合には、はい、パブリッシュを、あ違うか、これ自分の GitHub にいっちゃうか、よいしょ、ちょっとフリーズしてちょっとネットを押すと、その他質これをおおよくあるこの辺はエラーですね、もう一回トップに戻ってよいしょ、何かあればあこれここか、まず質問教材関連はここですね、はい、教材編集について、あそうですね、ここですね、フルリクエストで、はい、はい、直接リンクがここに送れとか、あ、これかな、あ違うかな、これでもちょっとこ PDF になってますね、あなっている、この辺ちょっと改良が必要ですね、どこに どこにプルリク送ったらいいんだって質問が来そうな感じですね確かに、今パッと見て、はい、この辺ちょっと修正しとき、あの修正提案しときます、はい、まあ、僕らもあそうですね、最初やっぱり GitHub であの公開を したので、そうです、ね、ちょっとそっちの そこから転載したからっていうのもあるかもしれないですね、よしそうだそうだ、Q、うんうん、リポジトリここか、これだ、これでいいよ、デモ版、もうこっちはデモです、ね、ですこれ山内君のリポジトリ、そうですね、ちょっと待ってくださいね、このからなんですよ、全く準備をしながらやるとあプルリク送ってねって言われたんですけど、いろいろよつけてなかった、これか、あれどれだろう、テスト版です、おいや、あこれか、 GIS-OER、あなるほど、ね、GIS-OER、はい、まあ、その辺の、はい、リンク欲しいですね、はい、はい、ですね、この辺り 、うん、本体のリポジトリがどこだっていう、はい、もうトップにやってもいいかもしれないね、はい、うん、そうですね、よ、ですね、ここに、なるほどなるほど、 GIS-OER GitHub、で
オーガニゼーションネームがよいしょ、はい、GIS-OER、はい、にこれでアクセスしていただければ、はい、この中に、まあ、実習のデータもそうですね、別の、自分のアカウントです。これをなるほどちょっとよいしょ、オーガニゼーション github.com/gis-oer、はい、これで、はい、オーガニゼーション、はい、そうですね、うん、なんか知ったような顔のアイコンがこれの、GISOE ここですね、はい、こっちがメインですね。そうですね、 GIS-OER という名前のレポジトリがあります。はい、それはあの教材の本体の方ですね、はい、一応そういう意味で言うと、GitBook 方式のものと、はい、マークダウンの本体のと、はい、のとデータセット、はい、ホーム、あのウェブサイトですね、うんうん、で、発表資料 と、ね、はい、セミナーの、はい、いろいろちょっと分けて今構造化してますね、うん、なので、修正要望とか直接、こっちのマークダウンで書いてあるここにプルリク送れと、うん、とかまあ一周で投げるかですね。うん、そうですね、はい、実際、あ、そうですね。ライセンスはプルリクというよりコメントでもう入ってますね。うんうん、岩崎さんから。素晴らしい。はい、いいねしとこう。いいねしとこう。はい、なるほどね。こういう相互のインタラクションが簡単にできるっていうのはいいですね、はい、そうですね、うん、このあたりがもうみんな、まあ、地理院地図も含めてみんな GitHub 慣れしてきたっていうのがようやくこうそうね、はい、うん、目立ってきてますね。もう一人、あ、ラスターデータの物、うん、そうですね、ここは硬いリンクという、はい、あ、リンクが切れたぞ、うん、なるほど、早川さんからですね、やっぱ日本語の名称とかはどうしてもこういう問題起こりがちなので、うんうんうん、はい、どう改善かですね。ですね。なので何か質問、意見、はい、コメント等は一周に直接、一周に、はい、はい、一周か、まあ、あのコード直せる方はぜひプルリクで、はい、ここに入れてくれる、はい、直接、はい、あってもいいかもしれないですね。ですね。ということで、はい、ありがとうございます。はい、ちゃんと本体の GitHub のリポジトリまでなので、ぜひ使ってみてください、はいはい、ありがとうございます。あと、お、シビックテックセッションが、はい、これを3つ目の話題が、ね、はい、あ、僕なんですけど、はい、まあ、シビックテックを研究分野として扱うにはどうするかみたいな、まあ、いろいろかつてから考えていて、まあ、久しくちょっとできていなかった論文あさりをですね、うんうんうん、していたところですね、これCHI、まあ、CHI っていうふうに読む方もいらっしゃるんですけども、とある、まあ、これ国際カンファレンスの中で有名な、ですね、コンピューターヒューマンインタラクションだったかなの、トップカンファレンスが、あります。でそれは毎年だいたい4月ぐらいに開催をしているカンファレンスなんですけども、その中で、2015年をちょっと調べてないんで分かんないですが、少なくとも2016年17年は、シビックテクノロジーという実はセッションがちゃんとオーガナイズされてやられていたということをたまたまいろいろ漁っていたら見つけて、今その論文を入手して読み始めているという段階です。でこれはACM というですね、機械、訳すと何だったかな、あ、計算機科学の、まあ、本当に最高峰のカンファレンス、学会の、まあ、中の、CHI というかそのカンファレンスなんですけども、ここでやっぱりシビックテックっていうのがちゃんとセッション化されてるっていうのは大きいなと思います。で特にやっぱりインタラクションなので、そういう、まあ、アプリケーションを作るとかですね、コンピューター、まあ、あるいは技術、情報技術を使って実装したものがどうその市民であったりとか、まあ、行政も含めてで使われたか、でそれがどうフィードバックするのかとか、まあ、アイデアソンとかそうやるんだけども、それがどう
確かに現場役に立ってるのかっていうのを、まあ、定量的にも測る必要があるし、まあ、定量的に測れない場合にじゃあ定性的、まあ、インタビューとかを含めてどう社会的なインパクトがあったのかっていうのをちゃんと解明する必要があるんじゃないかっていう、そういう趣旨で結構いろんな議論が行われているなというのをざっとまだ論文をあの細かくは見てないんですけども、あのそういう印象を持っているというところですね。これ実際にこう、はい、セッションのオーガナイザーみたいな立ち位置の人たちはどの所属の人たちで、はい、ですね、いわゆるコードフォーアメリカ的な、はい、ああいう、いや、もっとですね、多分ピュアな研究者の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思って、そういう立場から、実際にあの論文というか発表する方も、ほぼだから今のところ大学ですね。なるほどなるほど。スポンサーの顔を見てもこんな、うんうん、あ、そうですね、本当に大手の大手って感じですね。で今年の場合はそうですね、ブルームバーグが多分あの、うん、そういう意味ではデータジャーナリズムとかの、ね、センセッションもあったりするんで、まあ、そのブルームバーグが出していたりとか、うん、まあ、Facebook ぐらい IBM、マイクロソフトってのはもうそういう意味では常連ですね。でやっぱ研究がメインなので、まあ、NSF ってあの、うん、アメリカの科学基金ですかね、ファンデーションがヘッドをホストしているという形ですね、うん、なるほど。そうそう、ほとんど今見てる論文はまあやっぱり大学の研究者の発表ですね。いや逆に今までシビックテックの調査レポートとかを見ていると、そのまあコードフォーアメリカもそうですし、マイソサエティってフィックスマイストリートを開発している財団もそうし、まあ、ナイト財団、リタ、アレン財団だったり、あとビル・ゲイツ&ベリンダ、あのゲイツ財団ですね、うんうん、とかそういうそのシビックエンゲージメントの分野で、調査研究をしている、まあ、民間とか、まあ、公的な団体の、調査レポートとか結構今までもあのシビックテックに関してはあったんですけど、うんうん、こういうなんかいわゆる ガチ の, あのインパクトファクターがつくような研究で 出てきてるっていうのは結構やっぱりアカデミックにおいては大きいトレンドなんだろうなと思って見ているというところですね。そうですよ、なかなかそういうところまで情報というかこういう形では紹介されにくかったっていうところ、ね、今まではそうですね、やっぱり論文化しにくいというハードルは、これ参加型 GS やってもそうなんですけど、結構そういう部分があって、あでも、うん、いやなんかちゃんとやらなきゃいけないんだなっていうふうに気づいたというところですね。あともう一つですね、ちょっとまだそれあとで書いておきますけど、はい、どうだっけな、ポリティカルサイエンス、アメリカンポリティカルサイエンスアソシエーションって、多分これも、政策科学とか政治学の分野ではトップカンファレンスなんじゃないかと思うんですけど、これもあの、シビックエンゲージメント&シビックテクノロジーというシンポジウムが開催されたらしくて、そのシンポジウムの何だろう、発表を論文化して、この雑誌で2017年の頃なんですけど、それであの刊行されていると。これもうそういう意味では、分野的にはさっきの計算機科学なので、まあ工学分野、情報とか工学分野なんです。これは完全に人文系の分野なので、あそこまで来たんだっていう感触を持っているところですね。だんだんそういう意味で言うと、いやうちのゼミ生なんかやっぱりこういう情報の最先端を追うと、どうしても論文よりもウェブの載ってる情報をまあ漁る方が効率もいいし早いしっていうところだったのが、だんだんとペーパーもやっぱり大事になってきたぞみたいなところも出てきてますね。今まではそうなんですよね、やっぱりあの僕なんかもいくつかシビックテックとか、まあ、参加型 GIS に関する、まあ、論文とか、まあそういう書き物をして、そのどういう文献を引用すればいいかっていうのをすごくやっぱ悩む。で、まあ、一般にも今結構やっぱウェブでアクセスできるレポート報告書類でも、まあそのマイソサエティだったり割とこうしっかりしたその調査機関がやってるものもあるので、基本的にはそういうのを引用して今まであの文章を書いてきたんですけど、やっぱりこう論文に書こうとすると、で同じく例えば、まあ、トップカンファレンスで採用されている論文を引用したくなってしまうので、そういうところでちゃんとそう引用できる文献が出てきてるっていうのは大きいなと思いますね。なるほど、これはちょっと引き続き、はい、そうですね、この辺りの情報僕の本業というかやらないといけない分野だと思いますので、はい、引き続きやりたいと思っています、はい、
あとはあとはどうですかね。そうですね。まああとまあいつものように今日、井上さんは途中で終わったとすぐ帰られたんですけども、ね、今日もグラフィックレコーディングを、はい、あそうだそうだ。学生たちが一生懸命。ちなみにそうですね、はい、あそういう意味で言うと先週はゲストで、これ何のこれはですねこうあの別な事業なんですけども、先週は宇宙系の事業というか、はい、まあ、正確に言うと、超小型衛星をテーマにした事業が実は青学の地球社会共生学部の中にあってです、ね、今年から、はい、あの中須賀研究室の関連する、うん、なるほど、トップを走る、うんうん、あの今今年度は青柳先生に来てもらって、うんうんうん、いろんな宇宙の技術をどういうふうに世の中に使っていくかっていうところをテーマにしながら、はい、技術と世の中の動きをきちんと理解してもらうというので、先週はゲストで宇宙飛行士の山崎直子さんなので、早速うちの学生たちが、はい、レコーディングするという感じですね。すごいですね。みんな上手いな、いやなかなか、まあ、慣れてきましたね。もう、はい、こんな感じで、まあ先週はいつものテンプレート使いながらですけど、うんうんうん、もっと絵の描き方が工夫し始めてますね。UFO アイコン色使いもあ、そうですね。いや、うん、でこんな感じでだんだんグラレコ文化が、はい、定着してきて、今週は井上さんの、はい、CAD、ね、3次元、どの辺が井上さんっぽいか、これ例えば今週は、はい、いつものテンプレートをなくして、はい、もう完全にフリースタイルになったらオートデスクのロゴドーンみたいなで井上さん横に立つみたいな、ね、ですね。全身を描いたって言ってましたね、うん、そうですね。やっぱりなるべくテンプレートからこうちょっとはみ出したというか、うん、今までのテンプレートと違う表現でチャレンジしたらタイトルして下にしてみたけど、うん、意外に見にくかったみたいな反省とかですね、うん、まあ、やっぱりいろいろとやってみるとそうですね、いろんな課題がこう真ん中に顔出す。あ、うん、そうね、若い感じ、ちょっといや、なんですかそのもっとなんかこう、ね、いやいやいやでもみんなちゃんと音ですけど、ね、あこれそうグラフィックグラレコっぽいですね。やっぱ黄色の使い方次第でやっぱりグラレコっぽさ出るなっていうところで、この辺だんだん書き慣れてきた感が、悔しいけどうまい、うまいですよね。もうあこれ関さん、あ、そうですね、はい、そうですね、ここのちょっと実際にやっぱある程度こうノウハウっていうか知識を持ってると街全体をどう捉えるかって、うん、あ吹き出しの吹き出しにやって、うん、でビムとシムとアイコンストラクションみたいな感じの、そう結構キーワード的には難易度高かったんじゃないかなと思うんですけど、一生懸命こう土木と三次元モデルと、あ、そうですね、普段やっぱり聞き慣れないそうです、ね、テーマなので、それをどう消化するかっていうのは大きいですよね。工夫した、うん、あ、そうですね、タイトルの付け方とか、そうですね、こんな感じで、うん、着々と、 あとそうだ、今回はフリースタイルだったので、はい、縦もありだよ、あんまりまだないんですけど、はい、縦に挑戦してくれたんですけど、うん、うん、いいですね、はい、いろいろあってじわじわと、うん、グラレコの授業も、うん、進歩してます、うんうん、いやで来週は、来週のゲストはそうですね、ついについに国土地理の出口さん、出口さん、はい、はい、あの藤村さんはニューヨークでもう頑張ってますので、はい、あの出口さんに引き継いでいただきまして、はい、来週いよいよ国土地理、うんうん、はい、そうです、行政というか国の機関の方はそういう意味ではこの授業では初めてですね、はい、なので今まで割と市民参加とかシビックテクの部分だったり、うん、今回みたいな企業の立場だったりというところで、うんうんうん、次は国の立場で空間情報を扱ってる、うんうん、まあ、トップを走る地理地図、うん、まあ、どういう感じでグラレコをされるのか、地理地図やちょっと楽しみですね、はい、なのでまた来週ゲスト、来週お楽しみみたいな、はい、出口さん授業あったとも若干大丈夫だっていう、多分残っていただける、そう、はい、おそらくもしかしたらジョージアウエストにもゲストに来ていただけるというふうに考えていますので、うん、という感じですかね、はい、はい、なので来週もありますので、うん、何かネタがあればあの自由に、あ、そうですね、議事録に書き込んでいただければ、はい、あのその話も、はい、いう感じですか、ね、あとなんか大事なこと言うのはそれと気がするんですけど大丈夫ですかね、フォスフォジオが終わったし、あとは
まあ、あの、あれですね、来週はそういう意味で言うと、地理院地図が、はい、メインではあるんですけども、うんうん、あえてそこに、じゃあ、日向 GIS とセットで、セットで、はい、こう、進化してますからね、熱く語るみたいな、そんな感じでもいいかもしれないですね。あと、まあ、いろいろ多分あると思いますよ、きっと。そうですね、この1週間で、うんうん、なんか大事なこと言い忘れたような気がするんですけど、あ、思い出しました。何でしょう。オープンストリートマップファウンデーションのボーディング、はい、メンバーのボーディングが終わった。終わりましたね。そうですね、僕も投票しました。2人、うん、ヘザーとフレディック・ラムの、うん、2人が最終的にあれで選出で確定、4人 で, ですか、ね、でというふうに認識しちゃったんですけども。うんうん、ヘザーの、いや、なかなかあのボーティングシステムよくできてます。いろいろ進化してますよね。進化してますよね。ちょっとあれいろいろ真似してみようかなと思う。うん、やっぱりボーティングエレクション、はい、そうなんですよ。やっぱりああいうボーティングの仕組みを自分たちで作るって難しいなと思っていたので、ググればいいのか。ストリートマップ、ファウンデーション、ボーティング2017、うん、エレクション、ヘザー、はい、このぐらいで引っかかるかな。あ、あとあれですね、フレディック・ラムさんじゃなくてポール・ノーマン。あ、そうだ、ね、そうだ、ポール・ノーマン、はい、失礼しました。はい、ポール・ノーマン、そうです、そうです、データワーキンググループ、そうだ、ね、ポール師匠、そうだ、一部では熱狂的なそうだ、あ、フレドリック・ルマンは今回は入ってないですもんね。はい、そうだ、ポール・ノーマンですね、はい、ということでフェザー、フェザー来ましたね。おお、スイスでしたっけ。そうですね、レジデンス、うんうん、スイスですね、はい、もともとはカナダですね、うん、あ、そうか、たまたま2人ともカナダ、はい、席はカナダで、そうですね、ポールさんはカナダに今もお住まいですけど、なのでこれでもう確定、ね、そうですよね、もうエレクテッドなので決まりだと思います、はい、ですよね、うん、なのでこの2人が、新しいオープンスマップファウンデーションの、はい、ボーディングメンバーとして、うん、これからどうなっていくんでしょうね。いや、ヘザーも動き軽やかですからね、うん、ボーティングシステム、あ、オパ、何でしょう、そうそう、オーパ、オートプラットフォーム、これちょっとどういう風に使ったらいいのかっていうのを自分たちで やってみないといけないなと、うん、何回かあれなんですよね、はい、こう選出してというか、そうそうそう、選んで、この辺全然詳しくないので僕は全く説明できないんですけどこう一発で決まらないっていう仕組みですね。そうそうそう、はい、あ、だけど僕これ投票、あの E メールで、ね、はい、リンク送られてきて投票したんですけど、うん、あれでも、あ、どうだったんだっけ、あれの結局、はい、なんかそう1回はなんか入力した覚えがあるんですけど、ちょっとそのあたり、ただあれなんですかね、そのなんていうの、ファーストラウンドで送られてくる人と、はい、セカンドラウンドで送られてくる人が違うのかもしれない。なるほど、そうなのか、なんかちょっとそのあたり勉強します、うん、ですね、はい、でもいずれにしてもこういう仕組みを、ね、はい、はい、あ、じゃあ貼っときますね、オーパーボート MF のビジネスモデル的にはどういう仕組みで回すんですかね。これで選挙を立てると有料でっていうことなんですかね。なんでしょうね、もう僕ら全くこのオーパーボートあ、でもプライシングもそうですね、多分あの投票できる人数によって違う。で25人以下だと無料、まあ、もちろんフリープランがプレミアムであって、でも500ドルで1万人いて、そんなに高くないんだ。そうですね、まあやっぱ投票なので、うん、そんなにめちゃめちゃっていう感じじゃないでしょうね。あ、でマックスキャンディデーツなんで、まあ立候補っていうか、そのメンバーが520人まで、うん、とかいろいろ仕組みがあるらしいですけどね。いや、うん、かっこいい黒です。なんかあれじゃないですか、古橋ゼミの幹事役を選出しますみたいな。そうですね、ちょっと試しにやってちょっと学生たちと一緒にこの、うん、まあいろいろやっぱりそうなんですよね、この選挙やるって厳密にやるとすごく難しいところもあるので、
あとあれですよね、選挙だけじゃなくてポールだから別あの投票なんか、はい、そうですね、そうそう、あそう場所お店を決めたいとか、そういう気軽な活動をしたいみたいなもう多分できるはずなので、ちょっと勉強します。この辺り面白いですね、はい、いやコパボート、はい、コパボートですかね、はい、はい、はいということで、ちょっとヘザーも、はい、どっかのタイミングでおなんか日本には最近来てない最近来てないですよね。そうですね、ヘザー来たのは2012年、うん、あ2年ぐらいですかね。じゃあ、いやそのあそうかもしれない、あいや覚えてるのは、ね、当時まだ牛車ひり所属、はい、ああそうですね、2012年の時は牛車ひり所属で、うん、Google のビッグテントで仙台のカンファレンスに来た時に日本に来て、うんうん、みんなで渋谷で飲みましたでその後日本に来てないのかな、まあ、いずれにしろ呼びたい、あんまりた確かに、うん、海外ではいつもいる感じが、あそうです SOTM 台湾とか、うんうん、ホットサミットとか、はい、あホットサミットそうですね、はい、そうですね、まあ、いろいろ活躍の場は、あとあれですね ICCM とか、うんうんうん、はい、まあ、そんな感じですね、そうですね、なんかどっかのタイミングでヘザー日本にまた来たらこっちに呼びますか、うん、ゲストでいいと思います、はい、ということで、はい、まあ、来週はぜひこんな感じで、チリに地図あそうですね、はい、楽しみに期待という、うん、ということで、また来週、はい、はい、お疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。ちょっとグダグダになってしまった、はい、ということで閉じます。はい、よいしょ、じゃあその間に追求しておきます、はい、終了。あれ Google あドロップボックスペーパーには権限ないと書き込めないって、あ、あら Google スカローゼ、あーてなんだろう、あ Google スカローゼってはあれ Google スカラーをしようぜってなるほど、意外とねそうなんですよ、 Google スカラーとかで引っかかってこなくて、あの技術文書は引っかかってくるんですけど、うん、意外とね拾えない部分もあったりして、そうなの、西島さんいつも見てくれてるな仕事しながら見てるなきっと、え、書けないのかな、そっか、結局ダメだったのか、みんなに公開したような気がになってたけど、ね、コメントとかつけられるんですかね、それでもちょっと、プライベートこれでログインしてない状態で